小田原城の天守閣にやってまいりました。関東一円に広くその勢力を広め、北条五代が栄華を誇った象徴的な天守閣でございます。今は本丸跡はですね、一部を残して残ってはいませんが、この緑が深まる梅雨の頃ではございますが、堂々たる異様を誇っております。ちょうど小田原のいろんな場所からこの天守閣が見えます。今も小田原が関東の中で重要な文化的歴史的な意味合いを持っていることが証明されております。素晴らしい天守閣ですね。カメラを箱根の山々、今日はちょっと曇って見えませんが、ちょうどこの方角でしょうか、有名な秀吉が築いた一夜城がこの先に見えるはずです。それにしても素晴らしい小田原城の天守閣でございます。